はい、時刻は9時30分を回りましたね。はい、嘘のような本当の和ね、この和は和になってみんな仲良くねっていうのもあります。沖縄の和もありますね。お話の話と書いて和ね、嘘のような本当のお話を今週もお届けしたいと思います。はいはいね、はい、今日もね素敵なゲストをお迎えしておりますが、私ね、パーソナリティの土井秀人が、お届けしますね。一緒にね先週同様 WO イースト、水素ボトル、ドクター水素ボトルの北条正弘さんも、お迎えしてます。おはようございます。おはようございます。北条さん、私たちねちょっとスタジオにいるとやっぱり圧迫感が見られる、ちょっと顔でかいんですけど、今日とってもお顔の小さい方がいらしていて、私ある意味ショックも受けているんですが、うそーんというぐらいのお顔を小さいね、スペシャルゲストさん東京からお迎えしてます。はい、テレビコマーシャルなどでもね、大変ご活躍をされておられまして、なんて言うんでしょうね、美和子さんですね。モデルのテレビコマーシャルなどでご活躍中の美和子さん、未来の美に、それこそ和ね、はい、美和子さんをお迎えしてます。おはようございます。はい、おはようございます。未来の実に平和の和に子供の子で、未来の平和にする子供の美和子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。言うだけで平和になりますよね。本当ですよね。もうなんかこうね、今浄化されてますから私それこそ水素吸ってるみたいな感じ、汚いものが出ていく感じがしますよね汚れが私たち、我々はちょっとねおじさんだからもう人生でね、はい、汚れが。 でもちょっとご年齢をさ、はい、お聞きしたらまたこれまたびっくり、輪をかけてびっくりしてるんですけれども、はい、ね、美和子さんが皆さん検索してくださいね、映りませんからね、未来の実に和、ね、はい、昭和の平和の和に子供と書きますけども、この世界といいますか、はい、お仕事として選んで、はいはい、やっぱり どんなことがきっかけだったんですか、ズバリ。あ、そうですね、初めは当時私20歳過ぎの頃にちょっとイギリスの方に留学しようとしていて、でたまたまちょっとその頃にこうスカウトを受けて、でいくつかこうお仕事してた中で、その時 もうたまたまグランドキャニオンに行くコマーシャルの仕事で受かってしまったので、もうそこからスタートしたという感じですかね。イギリスに個人的には行きたいなと思ったけど、はい、全然違う国の、はい、CM の話の前でした。そういうことですね、はい、ほう、その時はどこかに所属してたわけではないんですけれども、もうやってほしいっていうのでオーディション受けませんかっていう、もうその手で入ったところですね。そこからもうコマーシャル、まず初めに行ったのがグランドキャニオンで、アメリカのグランドキャニオンで、はい、健康食品の撮影をするっていうところから、もうそこからもういくつかもうトントン拍子にいろんなコマーシャル大手さんの飲料水とか、はい、出させていただくことが多かったので、東京で当時はそうですね何年かやってましたね。ちなみに北条さんであるね、私同意にしても、はい、スカウトって言うとどうしてもJR 原宿駅を降りて行ったような、あんなイメージが。なるほど、竹下通りでしたっけね、懐かしいですね、はい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 、そういうのでもなく、でもなく、ちょっと本当にすごくスカウトの場所が場所なんですけれども、うん、ですね、当時はカラオケボックスだったかな、お友達とカラオケに行って、はい、その先にたまたま友人の友人が事務所のそういう関係の方がいらっしゃって、本当に場所はしかも東京ではなく名古屋です。いや、それこそあの日あの時、はいはい、歌でも歌いに行かなければ、はいはい、そうですね、それこそ本当に歌いに行かなければ普段はもう忙しくしてたので、はい、もう遊ぶってこともなかったので本当に偶然でしたね、はい、そんないきさつから、はい、ちなみにもう YouTube とかで拝見させていただきたいと思ってるんですが、はいはいはい、CM は、はい、どんな、なんかこう、はい、例えば飲料水は何々とか、はい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 、具体的に言っちゃっても大丈夫ですよね、はい、もうね、はい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 、
もう飲料水はもういくつもありましたね。今日はね、あの素敵なゲストもね一緒ですから、スペシャルゲストがね、スペシャルゲストが一緒ですから、こマイクが気になるのかもしれない、ね、笑ってる大丈夫大丈夫、ね、僕を出演させてくれないからって怒ったんですかね。普通はね、高い高いは喜ぶんだけど ねマイクから離れたら泣きましたね。はい、今回はね、はい、お子さんがお連れになって、宮子さん久しぶりのね、はい、沖縄の旅ということもあって、初めて飛行機に乗りました。お子さんがね、はい、うん、ね、そうですよ ね一体ここはどこだろうって、もう少し大きくなったら説明してあげてくださいね、はい、うん、はい、そんなこんなで、はい、そのモデルの世界でっていうのは、例えばどんな、まあ、メーカーさんなのか、企業さんのどんな商品でお出になったことがあったりするんですか。はいはい、そうですね、うん、過去で言うと、コカ・コラさんだったりとか、キリンさんだったりとか、サントリーさん、もう それぞれその、ね、仕事に応じてなんですけど、飲料水だったり、ビールだったりとか、ね、あと車のメーカーさんも、各メーカーさんだったり、あと化粧品が特に多かったですかね。本当に私多分27まで東京にいて、でそこから実は海外の方に行ったんですね。語学の勉強のために行ったんですけど、それがなぜか向こうでも仕事になってしまい、いろんな中国、香港、タイ、あちらのアジア圏ですね、台湾の方で、はい、コマーシャルもやっていたので、またマイクから遠ざかると、はい、アジア圏の方でね、はい、なので世界各国でも、化粧品のメーカーさんのコマーシャルを、はい、やってましたね、はい、なんかこう すごい人生歩まれてますね。はい、なんかたまたまなんですけど、当時、はい、いつだったかな、25歳だったと思うんですけど、香港の方の日本のある、無添加の化粧品、日本の有名なメーカーさんなんですけど、無添加の化粧品のメーカーさんが中国香港ですごく売り上げがあって、すごく人気商品だったものを日本のモデルさん使いたいって言って、向こうの方からたくさんのスタッフさんがいらっしゃって、オーディションを受けて、でその受かった後に、まあ、6年ぐらいのお付き合いで香港に行き来してたんですね、はい、でそれもきっかけでちょっと語学をやりたいなと思って、中国の方の中国語を勉強するようになって、でちょっと、もうじゃあ移住しようかということで香港に行き、最終的に台湾に行き、住む場所を台湾に決めて、はい、うん、なんとなく簡単に聞こえてしまうといけないんですけど、はい、移住しようかって、はい、言葉もね、ね、いわゆる住民票っていうとなんかあれですけど、はい、急に話がしっぽけになっちゃいけないんですけど、はい、すごいですね。そうですね、もう当時はもう3ヶ月ぐらい行ってくるような感じだったんですけど、もう私の中ではきっともう長くなるだろうなと思って、はい、で結局は7年ぐらいあちらの方にいましたね。うわ、台湾を拠点に、はい、各国お仕事、はい、各国回ってましたね、うん、日本にももちろんちょくちょく帰ってきてコマーシャルはやってたので、あたかも日本にいる かのような感じで海外に住んでました、はい、でもじゃあ転職というか、はい、好きなお仕事をしながら言葉も学べちゃって、はい、あ、そうですね、一石二鳥三鳥、本当にもう本当にラッキーでしたね。行ったタイミングも良かったと思うんですけど、台湾の方は本当に日本人の ね、こう本当に、はい、方をウェルカムにしてくれて、皆さん本当に温かくて、はい、家族みたいな台湾のファミリーがたくさんいます、はい、素敵ですね、はい、日カラオケ行っといてよかったですね、はい、よかったです ね、いやこれもいやいや、やっぱね、私なんかも音楽の世界に長いこといたときに、はい、やっぱりね、なりたくてなりたくてなりたくてっていう方がほとんどなんですよ。ああ、なるほどね。やっぱりね、はい、
っとこうね、はい、イギリスからアジア圏に行って、はい、すごいですね。そして今現在、はい、ね、このお美しさは鍛えてらっしゃいます。そうですね、どんなですか、もともとですね、私が、まあ、なぜコマーシャルの中でも特に美容系のコマーシャルが多かったかっていうのも、本当にすっぴんで撮影が多いんですよね。私がなぜか求められるものがすっぴんで撮影なんですよ。だから基礎化粧品が本当に多かったんですけど、なので、しかし私本当に実はアトピー持ってたんですよね。アレルギー、すごいアレルギーを持っていて、食べ物、食べ物のアレルギーもありますし、もう多分生まれつきのものもあるんですよね。はい、はい、そうなんですよ。なので、まあ、台湾っていう国は漢方医療がすごく盛んなので、東洋医学ですね、はい、なぜ自分がこうアレルギーになるかっていうのもよくよく分かりましたし、そうですね、あちらの方で本当に年間12本ぐらい撮影してたんですよね。12、3本ぐらい海外の方で、まあ、そうすると常に自分をキープしとかなきゃいけないっていうのがありまして、そうなんですよね。すっぴんで撮影って結構多分女優さんモデルさん嫌がると思うんですけども、はい、ちょっともう今若干私めまいがしてきたので、はい、一旦 CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはということでね、今週もお届けしていますけれども、私パーソナリティ土井秀人がご一緒に今日はね、お届けしております。ゲストさんね、モデルの美和子さんをお迎えしてますが、私もね、その音楽業界時代に、はい、いわゆる、はい、美和子さんと逆で、はい、ビジュアルロックよしきとかね、 XJAPAN から始まって、はいはい、そういう方々いっぱい担当してたもんですから、今逆に厚塗り、あー、なるほどですね、素顔で街中とか夜、はいはい、六本木とかで会うと分かんないんですよ。これこそ嘘っていうぐらい誰ですか誰ですか、うん、いや昔はデーモン小暮さんね、あ、まあ、それ極端ですけど、はいはい、大学の先輩なんですよ、はい、打ち上げ会場とかに行くんですか、うん、ね、向こう声かけてくる、こっちが分かんない、まあ、それぐらい本当ね、ビジュアルロックの方々があった中、はい、真逆を行かれた美和子さん、はい、その美に、まあ、こだわるというか自然とね、はい、そっちの世界に行きながら、はい、なんかこう嘘みたいなことがありましたか、はい、ちなみに出会いというか、うん、もともとやっぱりアレルギー持ちで肌が乾燥しやすかったりガサガサしたり、逆にすごい吹き出物が本当に多かったりで、私実はすごく自分コントロールするのが大変で、本当に20代中ぐらいの時には本当に大変だったんですよね。なのでもうそこをきっかけに化粧品を一層取り返して、もう本当に無添加のものからいろんな基礎化粧品からチークやファンデーションやらもうこういろんなものを試したんですよね。でいろいろ行き着いた先にまずはデトックスすることだっていうことにその時気づいたんですよね。なので当時私の中の流行りはデトックスするパックとかデトックスするハーブティーとか、うん、とにかく体をリセットして中身からね、そうですね、洗顔とかでも、うん、まずクレンジングが一番大事なんですよね。いろいろ厚塗りする前にクレンジングさえ良ければ、それこそどんな安い化粧品使っても本当に美を保てるというか、うん、はい、でそこからやっぱり体の中が一番やっぱり基礎だなっていうのが台湾に行って気づいたんですよね。やっぱり体の食べ物から体に入れるもので、そのうちにやっぱり日本に帰ってきたんですね、2015年ぐらいあたりに、はい、その時に実は私健康食品を作ったんですね。そのために戻ってきて、なので体の中のことをすごく調べ上げたんですよね。お作りになった、はい、その当時
当時ちょっと作りましたね、うん、今もちょっと休業してるんですけど、はい、あの腸の中をあの綺麗にするものとかを作ってましたね当時。でやっぱりこう体の中のそのが綺麗であればあるほどやっぱり表に出てこないんですよね。体の外にあのアレルギーも出てこないし、吹き出物も出てこないし、あの本当に肌質が赤ちゃんみたいになってくるんですよね。はい。で、はい、で、ある時に、私何年前だったかな、4年前ぐらいですかね。はい、あのたまたままあ、健康食品のことをいろいろ商品作ってたんで、うん、で、私の母がですねちょっと体調が悪かったんですよねその当時で。私のものもちょっといろいろ試してもらってたんですけど、うん、なんか違うぞっていうことで、あのちょっと隠れなんていうんですか、隠れ脳梗塞症候群みたいな、うん、なんかこうちょっと手に物が持てないような状態が母も続いて、でその時にたまたまその、水素っていうものに出会って、でその水素があの血流の中、血管の中からいろんなものを良くするっていうことで、まあ、ある意味デトックスですよね。でその当時あのアトピーとかアレルギーの人にもいいっていうのも聞いてましたし、まあ、あのお正月の駅伝を見ていて、うん、駅伝の選手が使ってるっていう情報も聞いてたので、うん、その走りがあまりにも素晴らしくて、私喘息持ってたんですけど、当時母にその水素を試してもらって、まずそしたら1ヶ月後にあのこれあなたが使った方がいいわって言われてで私も半信半疑だったんですよね、嘘みたいな、本当にっていう、なんか何がいいのかなっていうのが全く分からなくて、ただ確かになんか駅伝の選手は群を抜いて速く走ってるし、確かに私呼吸がしにくいし、何かこういいんじゃないかなと思って、あの半信半疑で使ってみたところ、1週間かぐらいですかね、なんかあの朝駅まで走るんですよ私、はい、いつもあのギリギリに出るので、はい、で5分ぐらい走るんですよね。で最後駅の上駆け上がるんですよ、階段をバーッと、はい、駆け上がっていくんですよね。エスカレーター危ないんで階段使うんで、はい、パーッと駆け上がるときにもう息切れしてしょうがなかったのが、全く息切れなかったんですよ。もうそこに私感動しちゃって、うっそーですよね本当にうっそーだったんですけど母が言ったことはこれかってちょっと思いましたね、はい、今までは母がぜいぜい息を切らして階段駆け上ってたのが、はい、もう息切れして登る頃にはもう多分倒れるんじゃないかって勢いで、はい、毎朝、はい、仕事し行ってたんですけど、知識としては、はいはい、ね、なんとなく水素っていいんじゃないかなぐらいだったのが、はい、ご自身で体験してみて、はい、あ、信じちゃった。そうなんですよね。だから当時あの私もその美容に、ね、よくやっぱり精通してたので、いろんな水素がいいっていうのはもうだいぶもっと前から聞いてたんですよね。ただ効果がないぞっていうの当時、やっぱりこうどの人たちもね、こう試してみるもののモデルのね、業界の子たちも試してみるものの効果がないんですよね。それなんでだろうってなった時に、でもこの水素あれどういうことだろうって伺ったら濃度が違ったっていうんですよね。あ、なるほど、はいね、答えは簡単な、ね、はいはい、もう単純な、ね、はい、まあ、よくね、確かにいっぱい聞きます、はい、私周りであの水素のやれお風呂だのね、これはあのこういう水なんだとかって、はいはい、水素浴とか、ね、はい、美しくなりますね。お花に、ね、はい、あのビニールのね、はい、あれ当てて、はい、っていうこのお花に入ってくる段階の濃度が、はい、世界一のものを、そうなんですよ、たまたま巡り合ったんですよね。わお、たまたまなんですけど多いですね、はい、ついてますね、本当素晴らしい、ついてるというかで、まあ、なぜ特に信じることができたかっていうと、その今ちょっと、まあ、結婚して旦那さんにあたる人が野球やってたんですよね。で甲子園に行くような学校だったんですよね。でその学校で実は僕使ってるよ、これ知ってるよって言われたのがきっかけだったんですよね。りょりょ、またまた、はい、繋がってますね、っていう、もう本当にいっぱい使ってもらってるんですけど、はい、そのうちの1校だったんですよね、はい、でなんともうね、なんか野球されてたっていう、北条社長は野球されてたっていうことで、あ、
はぁっていうもうなんか説得力の塊でした ね、 なんかね、野球業界が一番最初でしたからね、スポーツ関係でね。じゃあちょっとね、お話の続きもあるんですが、一回コマーシャルいきましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはということでね、本当に嘘のようななんか非常に非現実的な部分も私もあったんですけど、ちょっと移住しちゃうってね、あの、はい、ほぼ内地から沖縄に移住してって、まあ、あの日本語通じますしね、はい、なかなか沖縄の方の言葉難しいなと思ったこともあるんですけど、はい、自然な訛りもねこうしてあの出てくるようになりましたしね、はい、だけど台湾中国ね、はい、漢字だって難しいのに行かれて、はい、こうして大活躍の今日ねモデルの宮子さんね、このと一緒にお届けしておりますけどね、北条さんちょっと久々に今日感心してね、はい、お話伺うばっかになっちゃってますけど、はい、その水素のある意味、はい、なんでしょう、驚きの効果、美容ですかね、美容、はい、テーマ、そうですね、うん、そうですね、ね、まあ、彼女の場合ね、いろいろ体験があるんですけど、その中でもね、はい、まあ、特にテレビに映るわけですし、この美っていうことはすごく大事にされてるからね、はい、ね、印象的だったのが、はい、ね、化粧品のコマーシャルにいっぱい出て、うん、まあ、言ったら何て言うんでしょう、素人ですいません、あの、はい、塗るというかね、はいはい、ものが中身から中身から、ね、はい、ちょっと感動です、その中身の、はい、もう究極が、はい、清掃でしたか、そうですね、もうなのでよく海外に行くので飛行機に持ち込んだりして、たくさんたくさん本当に世界中をこの水素で回らせてもらったような本当にたまになんかいらっしゃるんですよね、海外 の、 アスリートの方とか、これ美和子何って言われて、もう本当にオリンピックに出たような有名なテニスプレーヤーの方も、はい、元テニスプレーヤーの方もこれ何って、もう買うから、でもう何、ね、中身知らないのにみたいな、本当にそんな出会いも結構あったりとか、そうですね、海外営業部長としてね、気づいたら、いや、でも本当に、はい、中には電車で席を譲ってくれた方がたまたま病気の方だったりとか、はい、そういう方にも私一回ギフトしたことあるんですよね、はい、私が本当に大変で席譲っていただいた方が癌だったりとか、それなのに席譲っていただいてギフトしたら、いやこれはすごいです、ありがとうございますってすごい感謝されたこともありましたね、うわー、はい、どうぞ本当ね、なんて言いましたか、ペイフォワードじゃないんですけど、はい、こう知れ渡っていく場面が想像できますよね、はい、なんか北条さんにもね昔あったみたいで、なんか立ち食い寿司か蕎麦屋で汚れ倒れちゃったおじさまがね、はい、みたいな話もありましたけど、ね、うん、なんかねこんな素敵な水素のお話ね、今日はスペシャルゲストにね、いつもの北条さんにね、はい、加えてテレビコマーシャルなどで大活躍の美和子さんと今ね喋っていただいた、お子さんね、息子さんと一緒にねお届けしました。本当ね、ご挨拶ありがとうございますね、ちょっとお名前は伏せておきますけど息子ちゃんです、はい、そんなわけでね、嘘のような本当は今週もね本当にびっくりするような、またもう本当みたいなお話でねお届けすることができましたね、なんか来週も来ていただけそうですか、はい、もう今多分もまだまだいっぱい嘘っていう話があるので、序章に過ぎない、はい、ということ感謝の気持ちを込めてお話しさせていただけたらなと思います、はい、わかりました、では今日はね宮子さんね、北条さん一旦ありがとうございました、また来週、はい、ありがとうございました。